元気印として、はい、もうこんな感じでやっていくんで、まず名前とかを覚えてもらって、はい、頑張ります。よろしくお願いします。今日は楽天イーグルスの元気印、山田遥香選手が登場。なんとけん玉も元気だった。膝つかない、膝あ20秒はじめまして、はじめましてです。はじめまして、よろしくお願いします。お願いします、はじめと申します。山田です、お願いします。お願いします。週刊和紙報初登場の山田選手です。よろしくお願いします。お願いします。元気ですか？はい、元気は誰よりもあります。元気は誰よりもあります。はい、素敵。ありがとうございます。いつもこのテンションですか？いつもこのテンションです。家で一人の時以外は、はい、和紙報ご存知でしょうか？もちろんです。お、はい、もちろんです。いろんな選手取材されてて、はい、僕来ないなって思いながら、はい、毎日を過ごしていました、はい、来て欲しかったですか？当然ですよ、はい、全然来てくれなかったですねもう寂しかったです。普通に寂しかった、はい、夢に出てきました？夢に出てきました。何回も寝てる時ね、出てきて今日良かったです、こうやって、はい、出れて感謝感激って感じで、よろしくお願いします。バンネスはご存知でしょうか？何ですか、バンネス？バンネスあ、バンネス、バンネスですね、はいはいはい、もちろんです。どんな番組ですか？めちゃめちゃいい、こうアットホームな感じですよね。おー、はい、やってる。え、じゃあ佐藤宗之さんは？もちろんご存知です、はい、どんな方ですか？自信なさそうや。すごく熱い方で、もう怒ってる、はいはい、熱い方ってなんですか？知ってますからね、はい、熱い方ですね。お疲れ様、この、はいはい、見た目はどんな感じでしょうか？なんていうかな、難しいですけど、優しそうですよね知ってますから、知ってますから。地元はどちらですか？僕は、九州の佐賀県になります。佐賀、はい、佐賀も本当佐賀市内ですね。佐賀県、はい、佐賀市、佐賀市です。もう田舎なんですけど、すごくいいところです。はい、SAGA 佐賀です。もうね、花輪さんのあの歌にもある通りの佐賀県でございます。本当にこう、僕の実家もあの田んぼに囲まれてるんですけど、もうね、自然いっぱいという感じで。名物は何ですか？名物、丸ボールとか分かります？丸ボール、なんかすごくまあ有名で結構美味しいですけどね。丸ボールってボーロですか？はい、本当こんぐらいのお菓子なんですよ、丸い、なんかちょっと大きい、人のイメージでした。あ、違うっす、ボーロ子供が食べるじゃなくて、もう本当丸のこんぐらいのお菓子、卵ボーロ。ハチやアナが言っているのは、子供のお菓子として全国的に売られている卵ボーロ。佐賀県の名物、丸ボーロとは、卵ボーロよりも大きいお菓子なのです。ボーロとは、ポルトガル語でケーキの型。この佐賀県を代表する銘菓は江戸時代から作られているのです。形は丸さんのこのぐらいの薄さで、薄い、薄いです、薄いです。甘いんでしょうか、しょっぱいんでしょうか？甘いんですよ。甘い、はい、甘いんですよ。めちゃくちゃ想像つかんか、調べといてください、調べといてください。わかりました。次の時食べますか？はい、丸ボーロ。いや、あんま食べないです有名なんですけど、佐賀の人は逆に食べないかもしれない。佐賀に来た人は買って帰るんですけど、お土産として。そういうのあるじゃないですか。仙台だったらちょっと牛タン美味しいですけど、あんまり牛タン食べない、ね、他県から来ても食べるみたいな。ウィーウィーウィーもう分かんないな。テンションで乗り切ってますね。そうですね、パワーで。パワー、暑くないですか？暑いですね。なんで汗かいてないですか？一滴も。代謝？代謝も。代謝です。汗がもうにじみ出てますね。まあ代謝いいんでね、はい、高校はどちらですか？高校は佐賀工業高校です。おお、今年ベスト4まで行ったんですよ、ね、佐賀県大会、ね、ちょっとまあ負けちゃったんですけど、まあ、いいとこまで行って応援できてよかったです。はい、工業高校の何科なんですか？僕建築家です。普通に家とか作っちゃいます、この辺。え、家作っちゃいます？全然作れるんで、なんか言ってください。家作りたいときは？はい、全然。じゃあ家作りたいときはもう僕にお願いしていただければなんとかこう作るんで、言ってください。何学んだんですか？何学んだっけな、なんか面白い学びとかありました？え、建築家でってことですか？はい、ないっすね
構勉強した記憶ないんですよね今。あれおかしいな。ねえ、まあちょっと。ほんで家を建てるって。まあ、思い出したらまた言います。今度。わかりました。はい、え、この青春エピソード教えてください。青春？はい。高校の？もちろん。思い出とかなかったっすけど、もう3年間本当に野球に打ち込んだっていう、まあ青春はあります。こうみんな寝癖とかつけて、もう本当にね、かっこつけとかじゃなくて、そのまんまの状態でみんな来てましたね、学校に。はい。ましたね。なんすか？鬼。あ、節分。はい。あ、懐かしい。キャンプ？キャンプ中でしたっけ？キャンプ？はいはいはい、やってましたね。わしょー！山田遥選手といえば、今年の沖縄キャンプで節分の鬼として登場しました。熱く、元気印として、はい、もうこんな感じでやっていくんで、まず名前とかを覚えてもらって、はい、頑張ります。よろしくお願いします。似合ってましたね。マジっすか。はい、鬼っぽい。鬼っぽい。ガチか。はい。それどう広げていったらいいんですか。そっから鬼っぽい。鬼の気持ちを。鬼の気持ち。なりきってましたよね、でも。まあそれやるってなったらなりきりますけど、もちろん格好も鬼の格好いただいたんで。もうね、これ広がりませんね、この話はね。赤鬼でしたね。赤鬼ですね。やっぱ赤くいきたかったんで。はい、赤鬼のイメージは。赤鬼のイメージ。はい、そう。結構やっぱ。うずないですか、その人。話変えません。はい、ちょっと鬼ではちょっと広げて。鬼だけはちょっと不得意でしたね。ちょっと不得意なところもこう見れていいんじゃないですか、ファンの方も。さすがー。なぜか剣玉って。あれや、やってるわ剣玉。よいしょー。いや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 、切り替えがすごい。いや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 、切り替えがすごい。いや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 。今シーズンから始まったけん玉チャレンジ。これは選手たちに30秒間けん玉に挑戦してもらう企画。そして成功した場所によって点数をつけてチーム内のナンバーワンを決めるのです。けん玉に熱中する選手たちの意外な素顔と本音に注目。現在のトップはピッチャーの西垣雅也選手の240点。果たして山田遥選手の腕前は。1点、3点、5点、10点でございます。え、これ10点。はい。お、こんな得意ですか。いや、いや、知らないです。やったことない。練習しても構いません。オッケーです。練習していいですか。はい、もちろんです。おお、けん玉決まるぞっていうところをね、見せたいですね、なんとか。おお、これは練習番長の可能性もあるんで。ちょっとなんかちょっと怪しさがありました。ちょっとね、まあまあ本番いきましょうか、じゃあ。じゃあ意気込みお願いします。意気込み、バントは一発では決めれないですけど、けん玉一発で決めるぞっていう強い思いで行かせていただきます。よろしくお願いします。いいですか。これ何秒間ですか。30秒間計ります。オッケーです。よーい、スタート。1、はい、お、入ってるんだ。いいですよ。はい。あー。10秒。やるね。何秒ですか。12秒です。あ、ジスコだな今。15。膝つかない。膝あ、あ20秒。あ、よかった。5秒前。4、3、2、1。あ、でも3回入ったですね。入りました。はい、30点。30点、はい、結構高いでしょこれ。ガチで、ガチで30点低い、でもみんなも決めろ。あ、そうですね、そっちたいと思いますし、今トップ240点です。誰え、誰、西垣選手。え、そうなんですか。え、そうなんですか。え、山田遥選手は10点の剣先に3回成功して合計30点。その結果10位にランクイン。30点は桜井修斗選手やコディ・ポンセ選手と同じ点数です。ご自身分析してどうでしたか。はい、いやもうこれだって学校の点数やったら赤点みたいな感じでけん玉ってこれまでやってました。いや、やったことないです。初めてやった、人生で。え、人生初。初めて見たんです、けん玉っていう競技を。それは本当。競技は本当です、本当です。初めてにしたらどうですか。30点でしょ。もう100点満点。でしょ、はい。
0点の人もいます。なんだ0点。マジで。鈴木そら選手など。下手そう、そら。そら下手そう。一番元気ですね、けん玉。あんなに。あんなに大きい声でけん玉する人は初めて。ありがとうございます。失敗した時の声がまたいいですね。本当にもうそういう時こそ元気出して明るく頑張っていきますので、またよろしくお願いします。チーム盛り上げて元気出して頑張っていきますので、応援の方またよろしくお願いします。カメラに向かって週刊和紙報で、はい、オッケーです。一番大きな声でオッケーです。いきます。どういうタイミングで。週刊和紙報。週刊はじゃあ、はい、じゃあ週刊言うので和紙報。オッケーです。初めて役割分担しました。せーの、週刊わしほー。週刊わしほー。週刊わしほー。響いたー。ありがとうございます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 。またお願いします。ありがとうございます。